静かなる防衛の時間です。ようやくフランスの原子力潜水艦が進水式を行いました。本当なかなか長かったと感じます。バラクーダ、クーダ9、潜水艦1番艦のシュフラン、これは原子力潜水艦、フランスが建造している進水式を行った1番艦最新鋭の原子力潜水艦になります。これ何がすごいかって、やはりステルス性、あくまでもステルス性です、に優れている。音は出さない。ノイズも出さない。と言われる原子力潜水艦でも最高級のステルス性能を持っていると言われています。まあ実際先行してテストをしないと分かんないんですけど、やはり潜水艦もステルス性が大事になってきます。で、原子力の強みは何か。電力、この電力を作り出すことができる。だからまあ電気の心配がいらないというわけです。さっきも言いましたが、全長99メートルで、双流型が84メートル。15メートルの差は、やはり15メートルでもかなり差はあります。それに、搭載ミサイルも数も違ってきます。双流型もこのステルス性には優れている。通常動力型、こっちはシュフラン、原子力潜水艦でステルス性に優れている。原子力の強みはやはり電力になります。いつでも電力を作り出すことができる。電力もやはりそれだけ必要というか、必要最小限に作っているわけでもなく、電力があるからという考えもあります。双流型は消費電力をなくす作りに現在なりつつあります。やはり気になるのは
オーストラリア、の潜水艦計画でしょう。オーストラリアが建造できない、自国建造、自主建造できない潜水艦をフランスが勝ち取りました。その時の候補のもう一つが日本の双流型、これは有名な話です。で、このバラクーダ級潜水艦、原子力潜水艦を通常動力型に変える、という案で進んでいます。まあ、原子力がダメなのはオーストラリア国内が原子力反対という民意があるから通常動力型を作らざるを得ない状況となっています。で、オーストラリアはまだ作ったこともないし建造もしていないのでなかなか作れるのかまた微妙になりますが、原子力をただ通常動力型に変えるのもまた難しいと考えます。フランスは50年原子力潜水艦しか建造していません。それを通常動力型に変更する、簡単なようで実は難しいような気もします。やはり原子力潜水艦、電力は無限にあるような感覚に陥ります。しかし通常動力型は限られた電力になります。どういう動力を使うかは未だ分かってませんが、そうですね、日本横流の真似をしてディーゼルとリチウムイオン電池にしてくるかもしれません。まあここは分かんないんですけど、それかスターリングエンジンを使うかとなってきます。候補はまあディーゼルプラス スターリングエンジンなのか、蓄電池の部分を何にするかですね。ここを廃止にしてリチウムイオン電池可能性なんかありそうな気がします。まあそれにしても主婦欄の進水式が無事終わり、2020年には海軍に引き渡しとなっています。これによって戦力を上げ、フランスもまた
軍事力を得ると考えます。シャルル・ド・ゴールもあることだし、海軍の力は大きくなると考えます。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら新しいチャンネル作ったんで登録お願いします。